刑務所でもあったんですけど、いたんですよ、その歩いてるのは見かけたぐらい。え、栃木刑務所、あ、ちょっと始まってます。あ、ごめん始まってます、はい、前回菊池あずはさんと小向井美奈子さんと、はい、留置場が一緒だったっていう話をして、うんうん、で、今ポロッと言っていただいたのが、はい、どこ刑務所で、栃木刑務所で菊池あずはちゃんを見かけました。あ、栃木刑務所に収監されてるんですか、うん、そうです。確かね、16年とかだったかな、判決が。え、嘘、そうじゃなかった、9年か16年かちょっと忘れちゃったけど。え、無期じゃなかったですか、違います、いや、有期刑のはずです。違ったかな、調べますね。俺勝手に無期懲役だと思ってました。いや、多分あの自首もしてるし衝動的だから、うん、私それあの投稿のラジオかなんかで聞いて、あと思ったんですよね。アズハだと思ってなんか知ってる人がラジオに流れたり、はい、ニュースになったりとかすると、ああって感じ して見ちゃいますよね。はい、16年です。本当だ、うんうん、懲役16年判決の菊池あずは被告、はい、女性ホルモン中止で口ポカン。そうそう、女性ホルモンを打たないと私の体はおかしくなっちゃうからって言って、もう本当に毎日毎日訴え続けてて、でも打てないじゃないですか、刑務所とか、はいはいはい、留置所とかでは。でもそれでもう本当毎朝毎朝叫ぶようになっちゃってて、うん、保護棒に入れられて、でもなんかそういう状態だから半日とか1日ぐらいで帰ってくるっていうのをもう最後の方は繰り返してましたね。刑務所ではそこまでではなかったみたい。もうおっさんみたいになっちゃってんじゃないですか。ああ、多分そこまでではないです。見た感じ、遠目で見たんですけど、遠目で見た感じは別にそこまでではなくて、やっぱ背高くてスラッとしてて美人さんだなっていう感じでしたよ、うん、こんな感じの、うんうん、へー、はい、です。あ、その時喋れなかった。喋れないです。別の工場なので、歩いてるのを見かけたっていうのと、その時職業訓練行ってて、懲罰になって一般工場に降りたんですけど、懲罰になった先の工場であずはと一緒だったよって人がいて、もう全然普通にいい子だったよって言ってたので、その錯乱状態からは抜け出せたんだと思います。なるほど、はい。まあ、刑務所って必要最低限のものしか出してくれないですもんね、うん、医療とかも。うん、あ、そうですね、留置所と違って。留置所はバカバカ出しますもんね。うん、なんか学校の先生で知人から物を運んでくれて頼まれて、運んじゃったのが振り込め詐欺のお金かなんかで、受け子みたいなので捕まってる教員のおっさんがいたんですよ、はい、そいつがなんか体育の教師かなんかやってて、いつもビタミン剤を飲んでるらしいんですよ、うん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 、で校長にいてですね、その缶にビタミン剤をいただけませんかって言ってるんですけどだからそんなもん出ねえっつってんだろっつっていつも怒られてるおっさんがいたんですよ。ほんと惨めじゃないですか、騙されて何も知らないで運んじゃったんだよねとか言って、いやガチっぽいんですよ、うん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 、でそのおっさんにだからそういうのは出ないんですよって言ってるんですけど、うんうん、まあおっさんになると頭固くなるじゃないですか、何回も聞いてて、うん、今日はいけるかもみたいな感じで。だからまあホルモン剤とかもやっぱりどう考えても出ないですよね、うん、出ないですね、うん、でもどうなの、なんか特別措置みたいなの多少なるんじゃないかな。あずはちゃんじゃないですけど、地域で懲罰になってる時に隣の部屋の人がやっぱその性転換した元男性の子だったんですけど、性転換して作ってるので毎日放置機をして、私はあそこを清潔にしなければいけないから今からお風呂に連れて行けとか、ここに入ってるものが割れそうだからどうのとか訴えたりとかしてて、ご飯あるじゃないですか、ご飯、はい、ABC の量が、私は元男性であるからこの量は足りないから A ご飯にしてくれって言って A ご飯になってます。あずはちゃんも確か A ご飯のはず。なんかシャバで弁護士とうまいこと連携取ってやったりすると、うん、そうなりそうですよね。そうですね、その人権じゃないけど、うんうんうん、的なことでなるのかもしれないですね。この動画の本題なんですけど、はい、ちょっと冒頭が前回の菊池あずはさんの話を引きずっちゃったんですけど、はい、まあ、ここからは、はい、保護棒の話なんですけど、はいはいはい、なんか公務執行妨害みたいになっちゃったってことですよね。うんと、まあ、そうですね、その留置の中で、はい、留置の中で入ってきて怒ろうとした職員をやめてって言ったら、このブラウスのボタンを引っ掛けてブチブチってなっちゃって、で暴行を加えたみたいになり、みんなにこうなんかワッショイマッショイみたいな運ばれて、こういうなんか拘束具をつけられて、保護棒に5日間入ることになりました。保護棒の中ってどういう感じなんですか。僕入ったことないんですよ。もう本当にリノリウムの床に和式の便器があって、
布団はなく床で寝ろみたいな、電気も消してもらえず、お弁当も入るんだけどお箸が入れられないので手で食えみたいな。手で食うんですか？はい、便器と一緒に寝ますとして、この同じ床で。リノリウムっていうのは何ですか？ね、ツルツルしたやつ、学校の廊下みたいな床のまま寝ます。壁は普通にあるんですよね？壁は、留置の壁はね、あの檻みたいな感じでしたね。打ち付けるとかではない。刑務所の保護棒は確かすごいランクが上のところはクッション製になってるんですけど。あ、それ聞いたことありますね、うんうん、クッションになってるみたいな。そこはちょっとあの入室したことないんですけど、留置所はそんな感じでした。うん、それは何日とか言われるんですか？いや、言われないです。だからすごい辛かったです。その日数が決まってない懲罰みたいなもんですよね。うん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 、懲罰の不便バージョンみたいな感じですよね。すごい。であと面会とかもやっぱできないですし、確か面会来てくれた人が会えなかったって言ってましたね。工房にいたから。はい、そうです。切な。暇すぎて本も読めないし何もできない、ラジオも聞こえないし人とも喋れないので、暇すぎて何か遊びを見つけようと思って、あんまり言えないのかもしれない。こうなんか首を絞めてこうなんかラリルみたいな遊びしました。何をしてるんですか？暇すぎてなんかやることないかなと思って、ここをやったらなんか苦しくなっちゃって、こうふわふわしてからなんかちょっと面白いかもってこうなんかやった記憶があります。そうですか。お疲れ様でした。それぐらいあの精神的にやられるところでしたよ。刑務所の懲罰よりも辛い。よりも辛いと思います。あれはちゃんとあの。やめとか言われるじゃないですか、うんうん、日にちも分かりますからね。日にちも分かる、何日間こういうことをして、でしかもあのちゃんと布団も敷いて寝れるんでね。あ、でも床で寝るのって辛そうですね。うん、辛かったです。もう起きたらバキバキに痛いです。でも寝てましたね。人間強いくなれるもんです。でもそれが懲りたので、あの留置場ではおとなしくしようと思いましたね。うん、でも刑務所行って何回も懲罰になっちゃったんですよね。何回もじゃないですよ、3回ぐらいですよ。3回ぐらいだとまあ可愛いもんじゃないですか、その全部、そうです、全部含めてだから。何と何と何で懲罰なんでしたっけ？最初の脇見、おしゃべりでしたっけ？おしゃべり、その根茎は、不正講談と不正物品貸借、メガネを貸したから。ああ、はい、言ってましたね、前の動画で、ね、と、あと、ご飯のやり取り。ああ、じゃあ可愛いもんですね。そうです。あともう一個は、薬の不正隠匿みたいなので、うん、それはね、でも故意じゃないってことで戒告かなんかです。ね、戒告ね、はい、あの懲罰にならないならないけど厳重注意みたいな。あ、でもうん、でも懲罰の種類なんだけどもっていう感じです。座らない懲罰みたいな、うんうんうん、そうです。だからそんな悪くないでしょ。でもなんかその類とか種が上がる時になると響くみたいな感じですよね。そうです。あのなんかね、そのちょうどうん、あ、でもね、うん、上がらなかったな、上がらなかったです。そうですよね、うん、上がらなかった。ただ三類はキープできたのかな。小兵ってありました？小兵、我々が行ってた刑務所ならではかもしれないんですけど、はい、小兵っていうのがあって、テレビ見ちゃいけない時とかにテレビ見てたりとか、うんうんうん、闇読書っつって、はいはい、夜中に本読んでたりとか、うん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 、それって懲罰にならなかったんですよ。そうなんだ。あの、はい、小兵っていうのがあって、はい、なんつったらいいのかな、うん、注意みたいな感じ。注意っていうか、減点みたいな感じですか。うん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 。へぇー。小兵切っとくからな、みたいな。嫌味を言われて、ただそれだけで終わる。へぇー、主任注意とかじゃない。じゃないですね。ああ、そういうのありました？主任注意、部長注意、担当注意とか。特にない。ああ、そうか、そういうことなのかな、多分。注意っていうのが私たちの時はあって、それ3回注意されると、あの上がらない、下がるみたいなとこです。うんうん、それかな、ポイントが下がる。あ、ポイントみたいなもんです、うんうんうん、一回筋トレしてて、はい、部屋で、はい、それで好評切られました。へえ、あ、そうか、ダメなんですもんね、運動時間以外に筋トレしたらダメってこと で、ね、朝飯食ってたら、はい、夜筋トレしてたっしょって言われて、うん、はいはい。まあ見られてるわけですもんね。好評切っとくからね。うわー、言い方。それで作業してたら呼ばれて、うんうん、はいはい、うんうんうん、昨日筋トレしたらしいじゃんとか言って、担当に言われて、はい、すいませんみたいな。言われますね。それはしていいことなのかとか言われて、うん、言いそうじゃないですか、刑務官。言いますね、うん、ダメなことです、はい、決まりが守れなくてここに来てるのに、ここでも決まりを守らないのか。いやー、来たって言われて、はい、守ります、はい、って言って、うんうん、分かった
嫌味言う天才の人いますよね。嫌味が聞こえなかったっす。担当の先生はってこと？担当の先生すげえ真面目な人だったんですよ、はいはい、嫌味には聞こえなかったですね、ま、うんうん、っすぐ入ってきましたね、うんうん、あすいませんでしたって感じになりました、うん、嫌味な感じの人と、はい、一生懸命これは直そうと思って言ってる人って結構わかるじゃないですか、こっちサイド、はいはい、なんか本当一生懸命言ってんだろうなって感じがしたんで素直に受け取れました、はい、僕は。お素晴らしいです、ね、はい。栃木の懲罰の審査の時にすごい嫌な感じで言われたのすごい覚えてて、うん、不正講談の、まあ、内容がね、あの職業訓練に行ってた子があの懲罰で落ちちゃったんですよ、うん、自分から辞めたいみたいなことで、うんうん、懲罰で落ちてしまって、隣の見える社房にある工場に配属になったので、でその子があの廊下に出てて、であの子あの子あの子みたいないるよっていうことを不正講談したんですけど、うん、でそれそのことですごい突っ込まれて、そんなねなんか人のこととか言ってやらしいですねってあなたもね言われますよ、こうやって懲罰になってもだって、あいついたいたって言われますよって言われたんですよ。あいつ懲罰になって落ちたやつだって見て見てってあなたも言われるんですよって言われましたよ。それはちょっとイラッとするかもしれないですね。すごい腹立ちましたね、金銭なのにそんなこと言うんだと思って。うん、まあムカつくやつとムカつかないやついますよね、うんうんうん、それは検事とかでもそうですし、はい、警察署の刑事もそうだし、うんうんうん、拘置所の警備隊とか刑務官もそうだし、やっぱりどこまで行っても人と人なんだなって俺は思いますよね、うん、ムカつくやつもいれば、うんうん、そうでもないやつもいるんで、うんうん、一生懸命なんか言ってる刑事とかもいたし、うん、そういうことなのかなって思ってますけどね。そうですね、人と人だと思います。はい、じゃあ反省してください。懲罰3回も食らって。でもはい、反省します。なんかコメントでなんか来たりしないですか、うん、こんな刑務所の話ヘラヘラしやがってとか来ないですか。あ、来たことないですか。ね、来ないこともない。あ、来ないこともないですね。反省してください系、あの懲役行ったって恥ずかしいことやんなみたいなことだったりとか、ええ年こいてとか言われたりしますね。それ言われた時どう思うんですか。そのコメント返しました。犯したことは恥ずかしいことかもしれないけど、それを勤め上げたことはあの別にあのなんだっけ立派だったと思うので、立派っていうか、まあ、あの自分で、ね、あもう刑は終わってんだぞ、終わってるし、まあまあ、あのまあ、でも不快に思う人もいるかも知れないですね、ごめんなさいって言ったら、うん、謝るんだったらするなやみたいな、ええ年こいてみたいな帰ってきたからお若いんですねって返してました。ああ、そうですか。はい、まあ、なんか反省しろ、なんか人に何か言いたいんでしょうね。まあそうなんですね、うん、でもまあ言いたい人の気持ちも分からなくないから、それはそれで受け入れますので、どんどんどうぞ。あ、そうですか。はい、どんどん大丈夫です。その時は傷つきますけど、すぐ忘れられるタイプなの。ああ、そうですか。はい、返すタイプですもんね。僕割と返しますね。見ましたよ。はい。じゃあ相田さんのチャンネルに私が映っていて、はい、幼稚園の時の飛行の話をしてたら反省しろって言われたから、はい、お前幼稚園の時の 今反省しろってどういうことだよジジイって返しました。もうちょっとつぼってしまいます。幼稚園のことなんてね。そうですね、厳しいっすよ今反省しろって、うん。そうですよね、子供のねすることは、ね、まだちょっと、ね、善悪がね。あ、そんな感じですね。はいですね。じゃあ、はい、今日のお話は、はい、ここまでということで。はい、ありがとうございました。保護棒は行かないようにしてください。しんどいですよ。はい、犬のようにされますよ。うん、ということです。はい、終わります。終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。